あの子もニールも工場にいなかった。ええ、モイラの言う通り、ニールの書き置きも罠だったのかもしれない。誰だ？何をしてる？銃を下ろしなさい。このおじいさん、テラセーブの人？何の話だ？俺は知らんぞ。腕輪がない。被験者じゃないの？被験者って何の話だ？おじいちゃん知らないの？島がどうなってるのか。一緒に逃げないと大変だよ。断る。ここは俺の故郷だ。出る気はない。美しい島を汚し、すべてを奪い去るよそ者ども。お前たちにどんな災いが起ころうと、俺の知ったことか。ここは俺の場所だ。通してやるからさっさと消えろ。何あの態度。誰かさんにそっくり。誰かさんってバリのこと？私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。絶対に話を聞いてくれない。わかる。私の兄さんもそうだった。失敗なんかしようもんなら、うん、本当にもう最悪なの。
てきて。今は無理よ。そこにいて。わかった。ついてきて。わかった。Thank you.
ってて。いいよ。ついてきて。わかった。
ここ、あの塔の中だよね。そのはずよ。これは？お墓みたいだね。この上が塔のはずよ。オーバーシアに見つかってなきゃいいけど。上に行く方法を探さないと。急ぎましょう。何これ？
ニールいないね。どこに行ったのかしら。ねえクレア、実はさ、ニールのことなんだけど、一緒にいた時ニールの腕輪だけ色が全然変わってなかったの。いつ死ぬかわからないあの状況で怖くなかったなんて絶対変だよ。そんな、確かに変ね。いくらニールでもありえないわ。これはニールのリスト。モイラ、ゲーブ、クレア、みんなの名前が載ってる。まさか島に囚われたメンバーだわ。クレア、それってやっぱり。ねえ見て。器の選別は完了。ご苦労様。それじゃあ約束した通り。何を。あら、約束通りウロボロスウイルスをあげたのよ。組織の犬め。貴様どこまで知ってる。テロ組織ベルトロが7年前にテラグリジアパニックを引き起こした時、裏で操っていたのは対テロ組織 FBC。代表である銀狐には右腕と呼ばれる後継者がいた。お見通しか。愚かな男ね。また FBC の部分を演出するつもりでいたの。化け物が政治を語るか。クレア、もしかして泣いてるの？ううん、大丈夫。気持ちの整理をつけてただけ。ニール？
ニール、これが俺のやり方だ。そんな、俺から離れろ。FBC の復興は幻、モルガン様。ウロボロス、恐怖の源、これこそその力。
やがて訪れる変身へ、時は動き始める。器は満たされた。